はい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 、ということで始まりましたでしょうか。パート4です。次からワールド4に行きますよ。じゃあ早速行きましょう。えい、あれ、あ、この前にマップでよし、コンプリートしてるね。じゃあ行きましょう。えい、ワールド4はちょっと短めです。これ早く終わるかもしれないです。まあのんびり行くからわからないけど。オレンジ姫が捕まってます。みんな髪型が違うんだね。ここの土管は？逆から景色を見れるというちょっと珍しい。あ、これもスイッチ版になったらポインターであそこを指さしてみようかな。奴が隠れてるわ。最初に行っちゃおう。ゴー、アリヘイの巣穴。そうそう、自分の実況を見返してみてて結構もう編集せずにアップロードしちゃいました。ポインターで指さした方がいいだの、ここはカットするところはカットしてますけど。あ、いた。もう なんというか詳しいことはスイッチ版でみたいな感じで私は編集をしてなかったですね。まあまずは流しましょう。先は長いですから。アリヘイはできるだけ 流したくないじゃない、倒したくないから。危なっ。のんびり行くことが要される。ここは飛ぶと多分ぶつかって落ちるんだ。飛距離ないからな。お、しゃがんでギリギリ通れるな。ここ。ちょっと待って。今です。スターはどうしよう。いいや。今のところもなかなかスターのキラキラが聞こえたんじゃないかな。しまった。うわあ。なんかすごい景色だな。なんかまだキンキン聞こえる。あ。マリオが見るな、スターを。あっちに行っちゃった。いいや。ほっほっほっよっほっ、オッケー。サボテンは跳ねる。あ、今見えた。あ、ここは、なるほど、 Wii U 版だとギリギリ見えるんだ。ここにいます。ここにもうちょっと下を下にずらしたみたいな。あ、見える見える、もう今見える。まずはあそこの土管に入りましょう。ほっ、ここは、ぶつかっちゃった。あ、ちょうどいいや、ここにベルがあった。ほっ、うっ、あ、いかん。うわぁ、やんちゃしすぎた。あ、いかん。さらにやんちゃしすぎた。ん？どうなってる？取れた。
うわなんか今回ダメージ受けすぎだな。ほっ、ああ届かなかった、まあ、こっちがあるから大丈夫なんだけどね。うわめっちゃダメージ食らっちゃった。このままクリアして大丈夫？やり直すとすごい時間かかるしね。ここはこのサボテン踏んで、よし、いけるか。ほっ、オッケー、やっほー、はあ、なんとかできた。ちょっとこのアリヘイ蜂に見えるよね。マリオちっちゃい。チビマリオで最後にクリアしたのは今回が初めてだな。スロットだ。放置。次が、ね、のびのびパックンの沼行きましょう。オキドキ。レッツゴー。わあ、今ちっちゃいからやられちゃいそう。すぐ。今日はよく噛むな。こっちか。ファイヤーで行こう。こうパックン全部倒した方が良かったんだっけ。どうだったっけ。大丈夫だ、結構守っても。でここに来て一つ開けて、あ、ここ難しいわ。はい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 、オッケー。ここは隠しブロックができないね。あっち側は確かこの下に、下に、あったあったあった。ここもこのキラキラの音が、キラーとちょっとキラキラの音が綺麗だな。ここはほっまあそうしなくてもここで壁キックできますけどね。ほほー、おお、着地できた。これで大丈夫かな。あとスターが一つ、どこだっけ。あ、雲ないんだ。ここに雲があれば上に行けるんだけどな。お、慎重に慎重に、ここもほい、行きます。2、3、4、危な、7、8、オッケー。ほっ、ここちょっとドキドキ。今か。ほっ、お、いけた。ここらに何か隠し要素はないかな。まあいいか、ゴー。ここはこう普通のこの移動ジャンプでいけるかな。まあほっ、ギリギリいける。ここなんか奥に見えたりしないかな。なんかどこかのステージで奥に見えるよね。どこだっけあれ。お、よっ、あ、
初めててっぺんじゃないとこ掴んじゃったかも。しまった。じゃあちょっと今度はダッシュして行ってきます。他のキャラクターが回ってきた時にてっぺん取ればいいじゃないって思うんですけど、もうマリオで一番最後まで行くので、一番最後のところの解放条件にこのゴールポールてっぺん全部取るっていう条件があるんですよ。というわけでもう一回行ってきます。オキドキレッツゴー、レッツゴー。あ、タヌキ、これがあれば大丈夫かも。よし、できた。幅跳びしない方が良かったかもしれないな。やっほー、やっぱタヌキだね。猫かタヌキだな。もう一つ基本能力はあるんですけどね、次のワールドで出てくるかな。アイテムはいっぱいあるから、あ、挑む前にアイテムのお店によるのもありだったな。じゃあ次はここ、ゴルボンが当選もしてます。どんな敵かというと、ファイトタイム。まずはこうやって一回踏んづけたりして岩にします。で持ち上げて、ほい、ちょっとえげつないけど溶岩に落として退治です。ほい、あ、岩同士をぶつけることでもどうやら退治できるようです。では、オーライ、やあ、難なくですね。ただ後半にもまたゴロボンが当選棒することがあるんですけど、後半は一筋縄ではいかないんですよね。当選棒のレベルが上がるんですよ。さて、来ました来ました、なかなか好きなステージ、ここです。何が好きかは、まあ音を聞けばわかります。もう音っていう時点でこのシリーズ見てる皆さんはわかると思いますが、行きましょう。はい、ピッピッピ、空中散歩。どうでしょうか。ちょっと走ろう。そういうことです。あ、ダブルチェリーを取ったことでカメラの操作が効かなくなりました。ここは、あ、ここも、この人数が必要なんだよね確か。こことか、ここは確かコインだったはず。うわあ、足音3倍。で、こっちか。ここまで来るんだ。よし、大人数をキープするっていうのがなかなか難しくて。4人目。ちょっと待って、整える。
来て。5人目揃えて、はい、OK。 ここ4人いないとこれが取れない。おお、ちょっと怖かった。ここはいけるか。いけた。横に並んで大行進。あー危な、これです。あとは上に乗って、ここも大人数で行く必要があるんですよね。あ、できた。オーライ。ん？ここはこの柵を使って一列になっていけるか。ゴッ。はい、はい、123で、これはこのままシュート。これが最後かな。 OK。 あ、1人、ここで集合させて、 でもここでこうした方がいいかな。ちょっとブーメランが怖いな。OK。 ほい、ほい、ほい。 OK。 最後まで5人をキープできました。ウッホー。最近私このコースプレイしてたんですけど、ダブルジェリー食べてなかったな。もう足音を聞くためだけに、あとカメラ操作も可能にするためにダブルジェリーを食べずにもうテク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 してました。だからちょっといつもと違うコースの進み方にぐるっとあえてたのかもしれないわ。じゃあ次行きましょう。次がここ 4-4。 トランポリン高原、レッツゴー。ここも楽しいんですよね。ちょっとまずこの柵、でここから一直線ね。オッケー、端っこまで来ました。じゃあこの木に捕まって、ほい、お、上まで行けた。ここはちょっとまずトゲゾを倒した方がいいかも。ほい、まあ、タヌキがあればこの赤コインは取る必要ないかもしれないけど、ほい、ほい、ほい、空の上だな、ここ。荒野じゃなかったの。ちょっとあっちに飛んでみたい。この足はすごいよね。誰かが作ったのかな。お。誰かがトランポリンになるんだけど、あの子か。を使って、
これを取ります。この子はタイミングを合わせるともっといい音が鳴るんですけど、あ、出た、うんうんうんっていう音、どこかで聞いたことがあるような音ですね。あとここスピードの制御が効きづらくて打ちやすいので注意です。よし、ここはタヌキより猫がいいかもしれないな。ここでジャンプのタイミング合わせやすいから、ここは OK。はい、うん、トゲゾウはちょっと厄介だな。よし、何かしらこう倒せる手段を持ってるのが好ましいんだけど、つか、あ、まあいいや、先行く前にこっち行きましょう。スタンプこの先あったっけ。ああ、ほバッチリ。ここはタヌキがいいかな、猫がいいかな。うーん、お、あ、動いちゃう。え、もう猫でいいや。ボタンも押して跳ねやすいしね。ちょっとあそこに寄り道、またまた登場。ここは真ん中のスタンプに合わせて、えっ、ああ取れた、よし、セーフ。ちょっとこのキーを登っていきたい。キノコだ、ふい、この子がトランポリンだったか。よし、ここに置いておいて、こんなもんか。じゃあちょっと行きましょうか。せーの、えい、にゃーお、忘れてた。今さらキノコ、まあトランポリン光源だしね。あのトランポリンもキノコ製ですよ。あ、次はワールド4のミステリーハウスですね。なんか面白かった覚えがある。行ってみよう行ってみよう。ここは駆け抜けろ、しかもスター10個、駆け抜けろミステリーハウス。まず、足音が違うんですよね。多分一番足音を楽しみやすい部屋かもしれない。あと注目してもらいたいのがこのハテナの部分、壁に書いてあるハテナの部分とこのチョンの部分、このボックスに入ると綺麗なハテナができるんですよ。じゃあ行きますよ。これ、ガッホー、イエーイ。ここ駆け抜けろって話なのに歩いていけるかな。この音楽だとちょっと落ち着くね。まあ、行こう。次はこっちか。間に合うか。よし。
こ乗れるかな。あ、乗れた。アリ兵が出てくるところなんだ。なんか足音的に鉄製だね。次私か。手前だ。お、あ、近い。あ、危な。ここまで。あ、視点変えられる。視点変えると割といい感じかも。ちょっとここ歩いてみましょう。制限時間ないからのんびりできるわ。なんかいるかもしれないし。あと気になるのがこの上。特に何もなかったか。何か書いてない。書いてないか。なんか安らぐな。じゃあ次行こう。まだ3つ目だし、ここは歩いていくがよろしい。あ、間に合うかなこれ。セーフ。ちょっとずるかもしんないけど。特にここら辺は隠し絵みたいなものはないかな。じゃあ次行きましょう。ここはえいっ、引っかいて、えいっ、ガクッてするとまっすぐ行けるかな。せっかくだからコイン消えちゃった。でもこのブロックは消えないんだね。このブロックちょっと秘密がありまして、せーの、またまた登場。これ なんだろう。ハテナブロックはハテナブロックだけど、いつものハテナブロックじゃないよね。かぶりハテナブロック。じゃあ次行こう。次がこっちか。ほっ、なんとか。だってダッシュ中にカメラ移動すると危険だな。うん、次行っちゃおう。猫があるとピューンって飛ぶことができるから便利だね。特にこのミニステージでは隠し絵みたいなものはないかも。歩いていけるかな。こっちで歩いていけるかな。でも来るな。ほっほっ、オッケー。ほっ、ここもほっ、切っかいて、このほっ、切っかいて、オッケー。オーライ。前から気になるんですけど、あそこ行ってみたいな。ちょっと怖いけど行ってみよう。ほっ、あ、行けた。ここはなかなかだな。よっ、あ、意外と戻るのは簡単だな。よっ、なんか隠しブロックとかあったら素敵なんだけどな。あと一個、これはこのないところに。オッケー。いや。56,000ぴったりだ。フォー。
インスタ累計100個超えました。実はこのミステリーハウスの途中から収録の日を改めてるというのはここだけの話ですよ。この4の5に行く前にちょっとここに寄り道します。今普通に行きそうだったけど、えい、あとここには謎のファイアブロスがいるんですよね。隠れファイアブロスその1、ゴー。オキドキ。その1があるっていうことはその2その3もいるっていうわけです。いやー、ほほう、なんかスムーズだったな。せーの、ほい、エクセレント、やあ。回転、ちょっとしたステージだけど実は彼らもちゃんとクリア判定に含まれてるので、まあ厄介ですよね。以降ずっと彼らはこうやってぐるぐる目を回したままなんですよね。点とかだったら大事だったな。えい、わかりやすいな。取りすぎちゃった。ちょっと頭をお借りして、ほっ、エクセレント。ん、これはターコイズブルーのお姫様ですね。妖精姫怒ってました。この妖精姫のテントの音楽好きだわ。何も消えなくてもいいと思うんだけどな。地下は砂の海なんだな。荒野のはずなんだけどここには海があるというちょっと不思議な環境。水があったら飛んできた種とかでここら辺草木生えそうなんだけどね、まあ、そこはあまり深く考えない方がいいのかな。4の4とかは草木がいっぱい生えてたからキノコも生えてるし。じゃあ4の5、ゴー。4の5がガボンマウンテン。レッツゴー。レッツゴー。ちょっと視点変えていきましょう。ここもなかなか面白いステージなんですよね。で、スターの隠し場所がなかなかひねくれてるんですよね。列をなして。あ、濡れガボン。ここは、こうしてこう。よけてよけてよけてジャンプ。こうしてこう引っかく。で、住みたいところですけどこっちに、こっちになんとハンコが。もうひねくれてるな、ここ。あと6の1だっけ、透明土管の上にハンコが隠してあるの。あれもなかなかひねくれてるよね。てかこうやってのんびり歩いてるとすぐタイムなくなりそうだ。チュンチュン。ここはハテナを全部黄色にしましょう。いつであのサーカスと一緒ですね。うまいこと鉄棒を避けながら黄色にするのは難しいな。ほう、行きました。エクセレント。上は特になさそう。ここはクリボンがいっぱいいるな。ほっ、よっ。結構この点この鉄棒壊したいな。実際もう少し進めたら
あの鉄棒を壊すことができるんですけどね。あ、てか、なんなら今からでも壊すことはできそう。えい、えい。ここに、実は、はい、スターがあるんですよ。ちょっと走りましょう。ワンアップできたんだ。ついでにこのアコインも取っていきましょう。はい、こうやってみんなを倒した後だと楽だな。8ベルはもう持ってるので、また今度ね。あ、さらに進みたいところだけど、この上にも、なかなかな景色だよね。綺麗。お、エクセレント。ここからあそこに進んでいくんだな。遠いようで近いな。お、おう、ここは、ちょっと視点をぐるぐる変えますね。ほっ、ほっ、よっ、さらにこっちに、ほい、ひひー、いけるかな今。わ、うん、案の定タイムが100を切りました。ほっ、この先がゴールなんですけど、最後にガボンがいるから、もういいや、ここ、ほいって取って普通に行けます。ガッホー、にゃお、そうだった、外国の人にはに、 NYA、 にゃ、にゃには聞こえないのかな。み、みやだからな。意外と聞こえ方っていうのも国によって違うんだよね。さあ、もうお城まで繋がっちゃいました。5ステージだけなんだな、ワールド4は。この片売りは何だろう。じゃあ早速行っちゃいましょう。ここでできる。ああ、さすがに正面向かなきゃいけないか。倍ぐらい持ってるな。 GO!に行くぞ。レッツゴー。ここは転がる岩の溶岩砦。レッツアドゥディス。おう、溶岩ですよ、ここは。後々当たり前になるという溶岩。あ、ここはゴロボンをうまく使ったギミックが多いです。あ、こことか、必要か、早速持って、ほっ、あ、もう一回、こうやって二人で押して、この足場を動かすと。わっ、あ、自分で、せっかくだから全部取っちゃおう。取れるかな全部。危な、取れた。見渡す限り溶岩の海だね。特にないか。確かこのボックスもっと上があるんだよね。まず入って、あ、
い、これで OK ね。そしてもう一つがちょっとすいませんもう一つがこの上に、ほい、あれなかったっけ、こっちだっけ、ほっ、あったあったあった、もう一つ、ほい、ハンコか。なかなか秘めた隠し場所だよねこれ。エクセレント。おう、クリボーが追いかけてくる。コイン持ってるし、これはここにポイッと投げます。すると取れます。あ、ボロボーがクリボー、ここなんかフレンドリーファイヤー多いな。もしかしてもう元々フレンドリーじゃなかったりして。ここにキノコがあります。この上なんかないかな、特にないか。じゃあ待って、大丈夫かな。そういえばタイムがちょっと危ないな。またまた何かいそうな。そっか、下からじゃなくて上からやってくるんだ。ボロボンの親玉です。早速引っかいて、ほい、あ、痛い、ちょっとうまくいかなかった。一体確保、これが大事。早速こうやってぐるぐるしてるうちに、あのボロボンの子分がやられてしまうとぶつける玉がなくなってちょっと時間かかるんですよね。こんな感じでしばらく突進の時間があって、ドシンってしたら子分が出てきて、これをまたポイッ、3回当てると倒せます。あ、猫が取れちゃった。タイムはいっかな。あ、取っちゃった。オレンジ姫です。ちょっとここ危ないな。走っても過ぎれないか。うん、じゃあここ走っていきましょう。はっ、あはー、 Thank you、 あはー、今マリオと同じポーズを取りました。楽しいです。マリオのポーズとかアクションとかって真似してみると楽しいんだよね。もうマリオみたいに自分の何頭身よりも高くジャンプすることができたらな。ん？あ、持ってるもの違う。オレンジ姫、あれはスパナだっけ。スパナだけでどうやってこの透明土管を作ったのか。まあ、そこはファンタジーということで見逃してやる。よし、これでちょっとマップ見てみましょう。ワールド4全部クリアしました。実は今実況始めたばっかりで、なんかまだまだ実況しだりない感じがあるので、もっと実況は続けますが、パートはここで区切ります。ではここまでご視聴いただいてありがとうございました。次はワールド5から行きましょう。また次も見てください。